こんにちは、ゆうです。バズドのおじさんです。はい、今日は無課金、今日お誕生日の方、おめでとうございます。はい、決め台詞。今日は、無課金サブサブアカ闇属性縛り長老をやっていきたいと思います。生放送、昨日はやってないか。昨日は限定配信だけだったので、はい、ご参加してくださった方、ありがとうございました。まあ、今日やっていくのですね。まあまあ、みなか使ってみた100カリオラン4、ちょっとチームって負けてるんですけど、狂乱チャレンジを取ろうと思ったんですけど、みなかリーダーにしてたら、はい、ちょっとリーダー、めちゃくちゃ疲れて、めちゃくちゃボコボコにされることも10回ぐらいボコボコにされたんで、今日はもうシャーなしでサブに入れて使ってみてやってみたいと思います。それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね、ガチャドラのサブに入れてみました。はい、ガチャドラのサブに入れてみました。はい、あと超根性がね多いので、はい、ハーディスドラゴンも入れております。それではご紹介しましょう。あとイヤホンの2つ山よし、リーダーの、ダイヤ&ゴールド&グリーンガチャドラに、カミキラ2つにスケッチェーン4つ、カミキラ言うとかで、ビッグマムの、武器つけております。で、サギーですね。サギーに直接浮遊、これはもう買えるのめんどくさかった。はい、で、あとはアシスト無効解除に、邪悪の6世、ハドラー武器ですね、つけております。で、ミナカですね。ミナカに直接スキューブプラスドラゴンキラー上限解放天夜叉のコートをつけております。で、ニース隊長に何か言うね。ニース隊長に直接スキューブプラス、これ上限解放してもいいんだけど、ちょっとめんどくさかったんで、はい、せっかく HP プラスついてるんで、コスモはHP プラス最上位のやつを2つにスキチェーン4つ天夜叉のコートをつけております。で、ハーデスドラゴンですね。ハーデスドラゴンに超覚醒回復エルジでスキルプラスプラスプラスつけてアマージュ武器つけております。フレンドさんの、ガチャドラにスキルチェーン2つ、カミキラ2つ、スキルチェーン4つ、カミキラ2つに、ギアステップのメモリーであるレコードをつけていただいてます。で、バッチは HP プラスです。はい、ちょっとこの編成にしてもちょっとルーレットの餌食になったりとか、もういろいろやらかしてるんですよ。もうそれぐらいもう疲労してるんですよ。僕もね、頑張ったもんね。うん、あとそのエリスドラゴンを伏せ編成なんで、これリダチェに対してつければいいんですけど、まあそれもちょっとめんどくさいということで、はい、それでは最高エリスドラゴンやめてや。おお、ブラフマードラゴンか。おお、ショックラミね。それもちょっとしんどいけどね、無効貫通ね。はいはい、とりあえず、もうハーストドラゴン使っちゃって、はい、威嚇しちゃいます。で、詐欺使います。はい、これでガチャドラ使います。十字が多分いなかったんですよね。で、ミナカ使ってあげます。で、ミナカ使ってあげます。ミナカじゃなくて、ドフラミンゴ武器使ってあげます。で、これ使ってあげます。はい、で、これでヘイストかけてあげます。これでガチャドラ完成と。よしよしよし、じゃあもう4ターンあれか、時間潰そうか。いや、ガチャドラで十分かな。で、ガチャドラ使ってあげて、ハーデスドラゴンだけ通そうか。よしよし、これで1コンボ。よしよし、で1コンボ、2コンボ、3コンボ。よしよしよし、じゃあコンボ加算が増える、サギル使いましょうか。 OKOK、見えてないのはないね。 OKOK、見えてないな、光。はい、はいはい、本当にね、ほんまはね、まあ、ミナカで勝ちたかったんですけど、ちょっとね、もう疲れてきちゃって、はい。あ、ちょっと待って。ミスった、普通にミスった。普通に使いとった、普通に使いとるわ、もう。さっさとかと。よし、はいはい。はいはいはい。はい。いや、ちょっと待って、あ、消えてた。あぶんで。まあ、ミナカをね、入れるメリットもあるんですよ。闇ミナカを入れるメリットも。こういう超重力化でも、超重力化じゃなくてもあるんですよ。よし、OK、それは無効貫通が来ない、属性吸収の場面っていうのは
絶対あると思うんですけど、そういう時にあのサギリがその場に回ってきた時にこのミナカを入れることによって、はい、ミナカはもうドラゴンタイプなんですよね確か。それで、サギリからのミナカで、まあ、属性ダブル吸収無効使える点とここみたいにね、はい、ここみたいに無効貫通やったこれここみたいなとこ、ここみたいなとこはあかんけど、はい、過去最近買ったね今。であとはハーデスドラゴンを入れてる理由が、あのガスドラってその結構ねもう6色頭に入れても何本みたいなのがあるじゃないですか。それをちょっとねあの僕みたいなそのねおじいさんドラに関してはそのもう考えてる余裕がないんですよね。その全色決めなんか回復もしてなあかんって回復もやってる余裕もないし、しかもグラビティもこう相性抜群なんで、回復をある程度捨てれる、その1個消さなあかんドロップを捨てられるっていう段だけでもうすごいの脳内処理がもうめちゃくちゃちょっと楽になるんですよね脳内処理が楽になるんで、最悪ハーデスは使えへんくても、まあ、自力で回復すればいいやってぐらいになるんで、それがねほんまに楽、ほんまに楽。はいはい、 OK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 。ちょっと待って、じゃあこれ使って、はい、でハイスドラゴン使って、でこれでヘイストかけます、 OKOK。 でガチャドラ使います、吸収無効効いてるから、いやまあガチャドラ全部使っとくか、もうヘイスト全部かけとくか。でこれでドロキョウも入れます、でヘイストかけます、天野社のコードつけます、指伸ばします、これでいいか、よしよし。あとすごいねこれこれこれみたいに、これみたいにもう回復をね花から選択肢から消せて、でサギの L 字とかを優先して今回復ね4つ落ちてきましたけどね出会って組めるんで、はい、本当にねもう助かるんですよね、よしよし。でこれ無効貫通とガチドラの無効貫通とグラビティが入るタイミングが合えばめちゃめちゃその効果的なんで、ちゃんとその計算して使えばすごく相手の超根性だけ剥がす場面で使えたりとかもするんで、本当に相性抜群やと思うんですけど、まあそれはね他の方も言ってはると思うんで。お、ちょっと待って、発狂せえへん、危ね、危ね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 、これルーレットやんね、 OKOK。 で、無効貫通貼ってあるから、危ねえよ、はいはい、はいはい、あ、これで想定か、想定の想定の想定の、オッケーオッケーオッケー。こういうねルーレットももう回復を花から考えなくてもいいんで、ほんまに結構おすすめっすね。ハーデスドラゴン入れるの多分超重力下でこそおすすめなんじゃないですかね。おしよし、やば、ちょ待て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 、これはやばいぞ、さすがにこれはやばい、さすがにこれはやばいちょっと待って待って待って、めちゃくちゃなんかええ感じに説明したのに、はい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 、そこに、あ、あとボタンか、あとボタンか、よかったよかったよかった、そうなんかい、あ、入れてくれや、ちょっともう捨ててようか、よしよしよし。でここでもうハーデスドラゴン使ってあげて、で、ここはもう、無効貫通じゃないんで、ミナカでいきますと。OK。はいはい。OK。回復入れ時組んでもいいんですけどね。まあ、そこまで、
せんでもいいっていうのが、まあ、今回のテーマなんでね、はい。よし、OK。で、じゃあガチャドラ行って、はい。はいはい。はい。で、はいはい。で、はい。これで OK だね。はい。よし。つか、動画ね、ほんまにタイム、遅くなってすいませんね。ほんまに。生放送ばっか頑張ってたんで、はい。はいはい。キュウリシャね、キュウリシャ、キュウリシャ。はい。十字はないんですよね、この編成。もう十字はいらんかなと思って。はい。はいはい。まあ、でも、ここのね、ダンジョンはある程度ね、その、ほんまに見なかでも、僕のその判断がミスらなければ、ちょっと勝ててたんですよ、ちょっと。スキルどうかなとか、その無効貫通のタイミングとか、いろいろ工夫すれば勝てたんですけど、それをね、ちょっと誤っちゃったっていうね、判断を誤っちゃった。判断が早すぎた。はい。ロコダキさんには怒られへんけど、はい。普通にゲームオーバーやったっていう話なんですよね。はい。はいはいはい。よし。よし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 。はい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 、オッケー、よーし、オッケー。でここ一旦休憩しようかな。もうついね、ごめんなさい、ちょっともう喋りすぎて喉乾いてまあいつもお茶飲んでるか。まあいいか。はいはい。あれ色なんか変わってなくない？もういっか。はいはい。なんか無駄に使っちゃった？後にいた、後にいた。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、びっくりした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 。びっくりした、びっくりした、びっくりした、びっくりした。ここでじゃあガチャドラ使っとくと。はい。で、ない、見えてない色はないんで、もう見えてる色で、やりましょうか。はい。はいはい。はい。よし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 。はいはい。これで多分いったと思います。と、めちゃめちゃ枝豆あったよな。よし、はい、OK。で、この自動回復は、まあ、花、しょっぱな使わずに、お邪魔と米食べ、はい。はい、無効貫通なんで、無効貫通、ガチャドラがね、ちょっともうここはもう縦に組もうか。はいはい。回復の L 字で、じゃあ、こういう時はね、はい。はい。軽減でもちょっと増幅させてあげて、決してね、回復力が低いわけではないんで、はい。よし。はい。で、次で、ガチャドラさんが使いますと、はい。10コンボを吸収。はい。いざとなったらみんなが軽減も貼れるんでね。で、無効貫通使います。で、このタイミングでハースドラゴンのグラビティぶっ込みます。ってしたら、はいはい、もうね、結構ね、もう超根性がうっとうしいんで、ここ、ほんまに。はいはいはい。はい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 。今回の出来がちょっと良かったっすね。それかガチドラにしたのか、ハードルが一気に下がったのか、わかんないんですけど。よしよし。OK, OK, OK。はい、無貫通。OK。で、ガチャドラが攻撃力下げられましたと。はい。はいはいはい。はいはい。で、これも花から回復なんか捨てていいんで。はい。よしよしよし。はいはいはい。はい。はい、
よし、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 よし。で、こういう属性吸収、もし無効貫通が張ってこなければ、この時に、はいはいはい。で、ミナカを使ってあげて、吸引を張ってあげて、で、シャギで行くと。で、なんなら L 字もあるんで、はいはい。回復別に組まなくてもいいんですけど、はいはい。はいはい。はい。まあ、ここね。どうしたら回復 L 字も組んであげて。あ、キーの L 字、闇の L 字ミスってた。OKOK 。多分これで。はい。はいはい、OK。で、次、無効貫通。はい。はい、ここ下げられても、もうガチャドラで、はい、一発と。パズルミスんなよ。もうしんどいぞ、さすがに。はいはい。はいはいはい。を分割してあげて、はいはい。OK。さ。勝負、何やったっけ、なんかの勝負。あのさあ、さあ、クリア。ふぅ。マジで今日一日のスタミナ全部使ってもうた。さあ、それでは、称号いただきましょうか。ちょっと、どなたかから、はい、フレンド申請来てたんで、ちょっと隠しておきますね。はい、ご称号いただきましょう。称号設定に進む。はい、狂乱ゲットということでございました。じゃあ、クリアタイム見てみましょうか。はい。クリア履歴、はい。13分 39.1 秒ですね。まあ、こんな風にね、ベラベラ喋りながらでも、はい、速攻で、クリアできるんでね。はい。皆さんもよかったら、ガチャドラン持ってなかった。はい。サギリと、ミナカ引けたよっていう方は、あとハーディスドラゴン作ってあげたら、なんとかなると思うんで、はい。ぜひ、試してみてみてください。まあ、遅すぎますね。動画上げるタイミングが。はい。それでは今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。はい。あ、そうそうそう。よくね、僕、そのメインアカウントで、これね、つけてるんですけど、これの僕のオリジナルグッズなんですけど、はい。ムーさんというストアから、発売させていただいております。このスマホリング、こちらで、こうやって通して、結構ね、パズドラやりながらとか、はい。結構便利なんで、あと、これをこうしてあげて、こう立てかけてあげることもできるんで、よかったら、概要欄にリンク貼ってますんで、そちらもご購入ご検討ください。すでにこっそり、届きましたって、買わせていただきましたっていう方、本当、ありがとうございます。はい。それでは、最後まで、ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。バイバイ。どっち